サムライ姿のウージェーヌ・コラッシュ。ウージェーヌ・コラッシュは、フランス、ペルピニャン出身の19世紀のフランス海軍の士官。フランス東洋艦隊のミネルバに、士官候補生として上官していたが、横浜停泊中に、友人のアンリニコールと共に脱走して、ジュールブルネに合流し、母親戦争を幕府側に立って戦った。 広崎藩の過労と対面するコラッシュ1868年11月29日、コラッシュとニコールはスイス人実業家がチャーターした民間船ソフィー・エレネに乗り横浜を離れた。二人のフランス人は、まず仙台藩領のサメウラ湾に到着し、そこで新政府軍がすでに奥越列藩同盟の諸藩を制圧しており、旧幕府軍は 北海道に脱出していることを知ったに、エゾ共和国が設立されている。二人はさらに北に向かい、広崎藩では暖かく迎えられたが、ちょうど入港してきた、米国船の乗員から二人に対する逮捕命令が出ていることを聞いた。そこで彼らは、この米国船に乗り、北海道へと渡った。1868年から1869年にかけての冬の間、 コラッシュは、函館を取り巻く火山の両線に防御線を敷くことに従事した。この間、ニコルは海軍を組織していた。詳細は、宮古湾海戦を参照エゾ共和国は、幕府海軍の主力艦を率いており、海軍力では新政府軍を上回っていた。しかし、最大の軍艦海洋丸を事故で失い、さらに新政府軍が、装甲艦鋼鉄を入手したため、 後に力関係は逆転している。このため、ニコールの発案で、都湾に停泊中の鋼鉄を奪取する作戦が立てられ、ブリュネと総裁、榎本武明がこれを承認した。コラッシュは、古川節造が艦長を務める高尾に上官した。海軍奉行、荒井久之助が、機関回転で指揮を取り、万流を加えた三席が、作戦に投入された。 開店にはニコールが乗り組み、また万ーには元フランス海軍のクラトーが乗り込んだ。1869年5月2日、函館出港、艦隊は悪天候に遭遇し、高尾は機関故障、万ーははぐれてしまった。結局万ーは作戦には参加できず、函館へと戻った。座礁した高尾5月6日、開店は米国国旗を掲げて、都湾に侵入した。 機関故障の高尾は3ノット以上の速力が出せなかったため回転が先行した。回転は鋼鉄に接近し、米国国旗の代わりにすぐさま幕府海軍の西長期を掲げて雪原すると、先発隊が鋼鉄の甲板に飛び降り、切り込んでいった。しかし鋼鉄はガトリング砲などで反撃、ニコールも負傷した。 さらに周囲にいた新政府軍艦船も次第に戦闘態勢が整い、回転は敵艦に包囲されて集中砲撃を浴びるに至る。甲が言語は戦死。形成不利と見た荒井久之助が作戦中止を決め、自ら舵事を握って鋼鉄から船体を離し、回転は宮古湾を離脱した。ちょうどその時、高尾が宮古湾に入ってきた。 速度の出ない高尾は新政府艦隊から逃げ切れず、そのまま座礁した。江戸で入浪した、コラッシュ江戸でのコラッシュの裁判高尾の乗組員は、上陸し山に逃れようとしたが、コラッシュも含め数日後に新政府軍に投降した。コラッシュは江戸に護送され、そこで投獄され、裁判の結果死刑を言い渡されたが、後に釈放されている。その後函館戦争に参加した。 ブルネラフランス軍事顧問団の脱走兵らと共に横浜でフランスのフリゲートに乗せられ日本から追放された。この冒険の間コラッシュは和服を着用していた。日本の侍たちの何人かが洋式の軍服を着用していたのとは対照的であった。フランスに帰国後、コラッシュは脱走兵としてフランス海軍を体感させられた。しかし罪は軽く、不屈戦争には ニコールと共に、陸軍の兵士として参加した。1874年に、日本での冒険1868から1869を出版した。アーカイブスディパートモンテイルズでピラニツ、オリエントレス、エイタ、シビル・ニューマーイズでペルピニャン、アクトデネサンス N76 でエル・アネ1847、サンペール・プロスパー。 エドワード・カラッシュ・エイテ・ディレクト・アジュ・テラグラフ、ユヌ・アバンチュール・エイユー・ハポン、バイユー・ジーン・カラッシュ、P49 役中、捕虜となって、ありがとうございます。